世界の、ね、終わりとかね、言ってたり、まあ、この時代にすごいね、言われてたの、実はその、この世界がどんどん何なんか説明をね、受けるってことやった。で、大陸に関しても説明受けたでしょ。犬の精子がうちの受精卵にかかったためにできた出来物だ。ね。で、その下に陸中ちゃんあるんですかってないね。また美女班やからないんだよ。ね。じゃあ、結局じゃあ皆さんどうなのか。またしばらく陸地には住めるよ。で、だからもう予言もしたでしょ、うん、年号説明したし。しかもそのビガハイの説明とか、あと、白色矮星とか赤色矮星の説明とかね。この時代じゃなくて説明できゃいいんか。っていうのは、その、技術レベルがまだまだとか。もちろんアトランティス時代には説明できたよ。してたよ。で、そのままパンゲラペルシャの時代にもしてたよ。で、今ね。その3回。目3回目。それまでの間、その間の期間はこんな説明できへんかったし、うちも利用せんかったし、当時の科学レベルで、科学の教育のレベルもね、全然また違うでしょ。で、アトランティスとかパンゲーペルシャの時は今頃のレベルあって、で、説明できたんけど、その間の期間、うちも説明できへんようになっとって、うちも能力的に。みんなも聞いても意味わからん能力になっとって。ただそれだけな。で、今の時代久しぶりに見た。アトランティス時代以来から、まあ、15万年ぶりぐらいに見た。ね？ってことやねん。だから、それを、まあ、霊たちは聞いても終わりだーって。なんでこの世界終わりだーって、霊が思ったんでしょ。で、思って神になったんでしょ。で、神話に残ってるんでしょ。まあ、そういうわけです。だけど、今の。そういうわけです。と思うよ。神のその真理を考えたら。そうやって言うんですよね。しょうもなかった、来て損したって。終わりや、こんな世界って帰ったっちゃ。別に終わりじゃないでしょ。まだあるでしょ。最後ね、もう肉体はね、ほとんどのパルスがね、去りますから、でしょ、すいません、理由で。ね、うわ、もう終わりや、うわーって。じゃあ、ほとんどの肉体も縫ったって、もう、活動力急に減って、で、スピードめっちゃ遅くなるから。なんか休憩しようよって。めっちゃスピード遅くなるから、人体も。この時代に合わせてめっちゃスピード上がっとってん、人体の。もちろんオリンピック選手もな。いや、そんなに早ないんちゃうんって。ね、生存、生命の危機感じないともう早くなくなる。他の生きもそうでしょ、だって。ね。危険がなければみんなゆったりしてるでしょ。あるいは狩りの時。それも生命の危機とかの逆が普通づくよね。そういう時以外は、めっちゃ遅くなる。他の生き物もそうやし。人間もそうなの。人間だけ生活が動く必要なくなる。まして、その、めっちゃこまめに動くような、大きさじゃないでしょ。もっと重要な動きの大きさなはずやねん。ただ、本当に実に器用やから、早く動こうと思ったら、本当に他の生き物並みの、他の生き物のフルスピードに割と近いとこまで接近はできてる。実は。だからってそれをね、ラインを使う。それに溺れたらあかんわね。それを鍛えなあかんとき鍛えなあかん。で、維持せなあかんとき維持せなあかんけど、それを超えてまでする必要はないよ。経済もそう。宗教や政治もそうなんだよ。でしょ？お経のこともね。うち必要じゃない、なんていうの？除霊しないでしょ？あ、今必要やなと思ったけど。やるだけでしょ？で、全然呪ってないとか、憎んでないでしょ？どうしてもあかんときは、憎まなあかんのやめて憎んでない。実は。大変な場合は、ご自身の憎しみをご自身にこうやって当てて、自分の憎しみで自分がなくなる、ご自分かな、ご自分って言うかな、ご自分の憎しみでご自分がなくなるようにしてるだけ、ご自身が。どうやってやるの自然で憎んでもないし、なるほど。ご自身の憎しみを乗るだけで、皆さんなくなってる。楽になったりしてもらえた。時々死ぬ時に好きって聞こえてるでしょ。好きっていう気持ちがこんなに皆さんしんどい、痛い、苦しい、痛かったって思われてる方が、わ
理由わかんないでしょ。病気の原因って結構好きと思われてることが原因のことが多い。今わかる？好きっていうの、死に方もこうやって時々あるでしょ。でもほんまに好きなんでしょ、多分。でもこっちは全然好きじゃない。相性悪いと。その場合、病気の原因で。相性悪い人から好きって思われた病気の原因だ。じゃあ、うちと相性いい人は普通に動けるんじゃん、しばらく。うちもさ、うちもしばらくは、うちがです、その地球が動いたらうちがです、肉体死にますって、ね。だから理由が分かってるから慌てへんだけやんか。でしょ？じゃあ皆さんも慌てへんで、肉体の問題をね。うちの肉体が慌ててへんねんから、皆さんの肉体も慌てる必要ないようにって。ね。ただ、うちと相性いい人はしばらく動けるでしょうって、うちもね。ね。それでいいんじゃない？で、相性悪い人っていうのはさ、B 型はね、うちの体内ではね、癌細胞の原因なんだ。B 型の人がうちの体内に存在したら、うちが癌細胞になってしまう。うちがちゃう。うちの細胞が癌細胞になっちゃうよ。B 型のせいで。うちにとっては B 型の細胞っていうのは、うちの細胞にとっては B 型の細胞っていうのは、癌の原因でしょ？明らかに。なんか B 型の人物、こっとあかんの、この世界に実は。怖いですよ、ちょっと。ホラーでしょ。がん存在。で、コロナウイルスで B 型の人が意外と死んでないっていうのは、コロナウイルスが B 型の人たちと同じ遺伝子ってことです。同じやつらってことです。コロナウイルスと、今のコロナウイルスと血液型 B 型の人同じやつらってことです。つまり、インベーダーとか。ね？ウイルスで死ぬ。方が本間の生命体、ウイルスで死なへん方がインベーダーと、うち血液型 A、 血液型 A の死亡率が一番高いでしょ。だけどうちは死んでんよな。頑張ってるかどうか知らんけど、ひょっとしたら杉田美代さんが B 型なんかもしれん。血液型ゾッとするよね。じゃあこのうちに杉田美代さんの人生がつけられてるってことは、基本的にこの世界は癌にめっちゃなりやすいって、皆さん、ね。うちもなってるかもしれんけど、ふっとしたらね。でも、何回もそういった時に、言うはるでしょ。しょっちゅう病院にかかってんだから。でしょ？今んと、性検査してくれんやろうけど、だってその精密検査してるじゃん。ね。で、全然大丈夫じゃないですかって。言われて検査されたわけだし、その、要するにこの、下腹部がね。で、わかるんじゃないの？癌だったら。恐れが出るでしょ？そんなの。いや、そのおちんちんが原因で、ここが癌ですか。あ、ないことはないですよ。まず、下腹部が癌なんですけど。前立腺とはやら。ね？違うかな？まあまあ、それはそれとして、結局、その、じゃあ、西暦2500年のね、予言とか、西暦2900年でも完全に海の惑星になりますよ、みたいな。で、9900年のあれは、予言歴から7000年引かなかった。つまり、紀元前7000年頃に予言歴が始まった。ノストラダムスもそっちの暦を使うことも多い。あの人は。いろんな暦を使う。いろんな暦を使うわけがあるけど、あの人はね。で、それは外の世界ではまさに今生きてる人だから、この世界で昔の人を言うとかね、大抵の場合ね、偉人は特にね、レンジャーっていう用語を使ったりもするけど、で、要するにこのインナーステーションで合格した人たちは、うちの中には入られんけど、ね、あ、これはまあ比喩的な肉体としてね、杉田美代さんの気持ちもついてるし、比喩的な肉体としてもね、結局、レンジャーっていう仕事。無理やり使ってたね。レンジャーって、それがほとんど。レンジャーの出身とほとんど、このインナーステーションの合格者やねん。で、うちが書いたストーリーじゃないから、合格しても入らない。そのか役人に、要するに、レンジャーになってるだけ。秘密漏れたらあかんから、強制的にレンジャーになる。奴隷みたいなレンジャーになる。しゃあないの。だけど、うちの世界で、いろんな、
要職についてはんねん。な。権力者というよりかはね、責任者の立場についてはんねん。いろんなところ。ね。っていうわけ。